常温に戻すと揚げる時のあれを防げる。2割しか知らないことだけど、料理好きな竹山さんはどうかな。冷たいと揚げる時跳ねるからだよ。それだけのために。なんでそんな怒ったみたいに。常温にするのは揚げた時の焦げを防ぐためなんです。焦げないように。はい、漬けダレにはまあ醤油を多く使ってますので、温度下がると醤油が焦げになりやすいんです。冷たいと焦げやすい。冷えたものと常温、同じ時間揚げてみると、見た目は同じような感じでも、冷えたままの方は中まで火が通っておらず、一方常温は表面が焦げる前にしっかり火が通ってました。